僕は今訳あって一人暮らしをしてるんだけど。今泉の家居心地よくてついつい長居しちゃうわ。なぜだか最近僕の家がクラスの女子のたまり場になっています。罰ゲームだからね。え？やっべ、うちこれ完全に終わった。あ、さすがに近づきすぎなんじゃ。そりゃ大きさとか太さも大事だけどさ、結局硬くないとあんまり気持ちよくないんだよね。イワチエ終わったじゃん。ウェーイ。レイナを意識しすぎてゲームに集中できなかった系か。顔真っ赤じゃん。じゃあ今泉罰ゲームだね。ナンバーワンのルリ様、何にします？そうだな、その前にちょっとコンビニに行きたいかな。ルリお腹減っちゃった。ああ、それいいね。あれ、レイナは行かないの？ああ、行くのめんどいから、私のも適当に買ってきてくんね。いいけど、あんたいつまで今泉にくっついてんの？だって反応がういういしくて面白いんだな。そうですか。ま、ほどほどにね。はいはい。みんなコンビニに行っちまったな。で、どうすんのこれ。では、その、うちらみたいな女が毎日来てよ。おまけにこんなに密着されて。でもまあよかったな。何？まさかやめてほしいの？やめてほしくないです。おーい、買ってきたぞーって。ああ、やっちゃったよこの人。ルリさ、コンビニに行くときなんか嫌な予感したんだよね。ちょっとレイナ、そこどいて。え？ルリ今罰ゲーム思いついちゃった。なになに？あ、行きたいです。行かせて佐々木さん。そういえばさ、なんで今泉って一人暮らししてんの？昔から親に男らしくないって言われてて、入学を機に自立しろって家を追い出されて。ちょっとマジで？そんな理由で一人暮らししてんの？うん。いいこと思いついた。今からハメ撮りして今泉の親に送ろうぜ。じゃあルリが動画撮ってあげる。え？本当にやるの？心配しなくても、今泉が男らしくなるまで面倒見てやるよ。よし、今日一日頑張ったご褒美に3人でフェラしてやるよ。